皆さんどうも FKFC です。はい、今日はちゃんと挨拶忘れずにそうですよ、行こうと思います。本当本当にいや、来週いよいよ J リーグが開幕しますということで、はい、はい、前回の動画でもお話ししてた通り、うん、今週は、シーズン展望的なお話をしていこうかなと思います、うん、はいはい。で、まあ、レッズとガンバ中心にやっていこうと思うんですけど、はい。まずその前に、ちょっとだけ、ニュース関係があるんで、触れといていいですか？ああ、どうぞ。はい。まず、先週もね、まさに話してたんですけど、入口選手が、うん、J1 の福岡にレンタル移籍が決まったということで。はい、はい、はい。はい。まあ、やっぱ、帰ってきましたね、日本に。そうですね。うん。で、まあ、やっぱガンバ取らなかったんですけど、地元の、九州に、まあ、のクラブに戻ったっていうことで、福岡に。はい。レンタル移籍で、まあ、こっからどうなるかわかんないですけど、ちょっと試合感とかコンディションとかは気になるところではありますけど、うん、まあ、やっぱり日本代表まで行った選手なんで、手強い相手にはなりそうかなというところで、まず1点、出口選手移籍ですね。はい。はい。で、あと、もう一個、気になるニュースが、出てきたんですけど、はい、マンチェスターシティのですね、はい、会計不正云々みたいなやつなんですけど、はい、はい、FFP のあれで、前回UEFA とかが FIFA とかが調査したやつはお咎めなしになってたんですけど、今回はプレミアリーグ側が結構何年かにわたって密かになんか調査を続けていたらしくて、うん、100件以上の不正の疑惑があるっていうことで声明を発表したということで、うん、まあちょっと詳細はね、わからないんですけど、うん、まあ、これからおそらく裁判行われていって、うん、まあ、なんかいろいろ記事とかを見てる限りだと今回はちょっと逃げられないんじゃないのみたいな意見が結構今のところ出てるみたいなんですけど、うん、これでもしシティがね、まあ、勝ち点剥奪とかでは済まないんじゃないかみたいな、もう少なくとも3部ぐらいまで降格あるぞみたいな言ってる記者の人とかもいるんですけど、うん、はい、はい、もしそうなったらちょっとこれはヨーロッパサッカー全体にすごく影響してきそうなニュースですよね。そうですね、うん、うん、確実にペップとか、まあ、デブライネもそうだし、ハーランドとか、うん、まあ、3部落ちた、2部でもそうですけど、まあ、残るってことはなくなると思うんで、うん、もしですけどね、そうなったら、そういう選手が今度どこ行くのか、まあ、ペップもね、どこに行くのかとかもそうですけど、うん、まあ、一大シャッフルが起こりそうなニュースなんで、うん、まあ、簡単にはちょっと、すぐに結論が出るって感じでも、まあ、なさそうな感じはするんですけど、はいはい、ちょっとまあ引き続きチェックしていくべきニュースかなというところで、うんうん、ちょっと衝撃でしたね、この。そうですね、ありましたね、そのね、うん、まあ、っていうところにちょっと触れつつ、またちょっと進捗が出たら探っていこうと思うんですけど、俺の方からもちょっとあります。お、何でしょうか。はい、一個、まあこれ俺はマジで電撃すぎてびっくりしたんですけど、うんうん、原口元気がウニオンベルリンからいきなりシュツットガルトに移籍して、ね、でもう試合に出た。いやー、ちょっと、どころじゃない衝撃でしたね。うん、いや、びっくりしたね。え、そうなのってなって。ね。で、まあ、しかも、なんだろう、ウニオンベルリンなんて今、ブンデス2位だから。うん、優勝争い真っ只中ですからね。そう。で、シュットガルトは下位に沈んでると。うん。うん。なんか本人曰く、やっぱその戦術の関係で、なんかウニオンベルリンだと、基本的にその前の、ボール当てた時のセカンドを拾うとか、そういう役割を求められてたみたいな。うん。で、まあ、それでうまくいってたんだよね、ウニオンベルリンってね。で、決めきるべきで決めきる人が決めてるから、今は強いんだけど、ウニオンベルリンって。でも、やっぱ原口元気的に言ったら、もうボール持ってさ、アタック仕掛けるとかさ、そういうのをさ、したいみたいなのがあったらしくて、で、それをするために、なんか、シュットガルトに移籍したと。で、まあ、シュツガルトで試合出たら、ね、実際なんかすごいいいプレーしてたし、うん。で、なんか、機能してた感じだったけど、まあ、試合はね、負けたんだけどね。まあ、っていうか、ブレーメンだったんだけど、相手が。うんうんうん、フィルキルクが起点になって、うん。で、2点取って勝ったっていう、まあ、そういう試合だったんだけど、でもなんか、うん、ユニオンベルリンにいる時よりは、なんかちょっと楽しそうに見えたので、うん。だからなんか、いい感じなんじゃないかなって。
なんかキャリアアップじゃなくて、チームとしてキャリアダウンみたいな感じでは見られてるけど、上位から下位っていうところで、チャンスもウニオンベルリンの方がね、ヨーロッパの何リーグに出れるチャンスもあるかもしれないのにっていうなんだけど、まあ本人はそういう感じだから、なんかもっと楽しいサッカーをしたいみたいな。で、まあ俺としては、その元浦和レッズの選手が、ね、ドイツのブンデスリーガーで同じチームでやるっていうことで、結構すごい、そこはもう胸熱な案件なんだけど、ちょっとこれはすごいびっくりした事件というかニュースだったので、そこをちょっとね、お話しさせていただきですね、本当に、うん。ウニオンは今2位で、シュツットガルトは降格争いしてて、うん、で、優勝争いで、ウニオンでも原口は試合出てたんですもんね。出てた。ね、これで試合全く絡めてないとかなら分かるんですけど、うん、優勝争いのチームで試合に出ててだったから より衝撃が強いっすよね。そうね、だから本当になんかサッカー自体が、うん、なんだこういう言い方しちゃダメだけど、原口元気からしたらウニオンのサッカーはつまんなかったというか、うん、合わなかったというか、ね、でもそれでも機能して監督は使ってたわけだから、うんうん、いや本当にこういう移籍の考え方もあるんだなって、僕も多分同じような記事多分読んだんですけど、うんうん、やっぱりもっとなんか自分からプレーしたいし、もっと上手くなりたいから、うん、離れたみたいなことも言ってましたもんね。うん、そうだね。うん、いやすごいなと思ったね。ちょっとびっくりしました、うんうんうん、はい、というような、ニュースがあったんですけども、はい、まあちょっとそんなこんなは置いときまして、じゃあ J リーグの話に戻りましょうということなんですけど、はい、